い、それではテクテクリブレオフィスの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、軽くの日付の扱いに関する機能をご紹介したいと思っているんですけども、皆さん結構軽くで日付なんて使う機会は多いですかね。はい、そうです。まあ割と使いますね。私は逆にあの日付はあの扱いがややこしいので、もう極力日付は全部文字列で扱っちゃうタイプですね。なるほどなるほど。まあ確かにそういうところもありますよね。で、軽くでまあ日付を使う場合って大概このあれですね。まあ西暦で入力するというのが多いと思うんですね。2022のスラッシュの3月の例えば16日ですよというふうに入れてエンターを入れますと、うん、すると標準ではこんな感じの月と日割り切りっぽいものが適用されて、で細かい設定についてはセルの書式設定ですね、数値で、まあ、この中から、テンプレの中から例えば、西暦にしたりとか、または割り切りにしたりとかと、まあ、こんな感じで使うことが多いと思います、はい、で、まあ、西暦で入力した場合ですね、実際にはこのセルの中には、こんな感じの絶対値の日数が入ってるわけですね、はい、で、ここから、この数字をもとに日付が算出されて、書式としてはこのように表現されるというふうになるんですけども、西暦で入力するというのはこれは非常にスムーズにいくんですが、ではこういうケースですね。ただの今文字列になってますね。ただの文字列で入ってますので、日付を設定、例えば西暦にしてくれと言っても何も変わらないということになります。はいはい。ここをですね、ちょっと不便じゃないかということで、これを解決したいという、ね。なるほど。extensions.libreoffice.org で、ジャパンデートコンバーターという、拡張機能が、これ目黒さんのやつですか？まあ、私がちょっと払い受けてアップロードしてるものですね。でこちらをインストールしていきます、ダウンロードのメニューがありますので、こちらでダウンロードしていただいて、でダウンロードしたものを開くとですね、拡張機能マネージャーが立ち上がってインストールが走るわけですね。西暦を、割り切りを西暦に変換するというものが拡張機能マネージャーで追加されたのが見て取れると思います。で、これ入りましたね。閉じるとリブレオフィスが再起動が、で改めてですね、では拡張機能が動くかとしてみましょう。日付として入ってますと。あ、日付じゃなくて、はい、文字列として入ってます。文字列です。はい。で、拡張機能は、ここにメニューが追加されます。通常の
もここですね。ほう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 。なるほど、そこにあるんです。はい、クリックしますと、ドン。なるほど。はい、いちいちカレンダーとかでチェックしなくてもいいってことですね。そういうことですね。で、西暦になって、で、実数で8に変換されてるというところもここで確認できます、ね。なるほど、なるほど。はいはいはい。こんな感じでですね、変換が一発でできてしまうわけですね。これちょっと便利ですね。だいぶ便利ですね。その、令和4年とかならいいんですけど、例えば、こう昭和何年とか言われたら、とっさに分かんないですもんね。まあ、私はそれで計算でできるけど、結構ね、言語で日付を書いてる表とかなんもあったりしますからね、世の中にはね。そうですね。もう西暦にしてくれよとか思うんですけど、なんか言語も結構あるんで。コピペしてきて、それを西暦に直したいなっていうときに、いちいち計算式、関数式で自分で計算を組んでやるのも邪魔、私は普段はそうしてたんですけど、ちょっと邪魔くさいっちゃ邪魔くさいので。はい、でちなみに、複数の日付がある場合には、半日程にも対応してます。はい、あ、そうなんです。あ、なるほど。はいはい、で、もう一つはですね、こんなパターンですね。昭和。はい。あ、まあ、平成にしてみますか。平成10年の10月10日。ああ、よく見かけますね。1998年ですね。はい、これも計算早いですね。まあ、こんな感じでですね、変則的な書き方にも結構柔軟に対応しているというです、ね。なるほど、すごい。はい、これちょっと便利ですね、はい、確かに。暗算がなかなかやっぱ難しいと思うので。難しいですね。でかつこう、大量の文字列の割り切を扱う上にだったような場合にも、この拡張機能で一発で変換できてしまうというですね。そうですね。なんか、はい、一度まあ、こうやって数字、カレンダー、数値日付になると、あとはセルの書式設定で言語にしたりすることもできますもんね、表示はね。その通りですね。おお、はい、やってますね。はい、ということですね。若干この割り切の扱い、若干になっている部分もあるんですが、こちらの拡張機能をですね、使っていただくと、一気に解決できてしまうのではないかというふうに思っておりますので、この便利なですね、割り切拡張機能をぜひ、活用していただければと思います。はい、はい、すごい、はい、ありがとうございます。今のお知らせいただきました。はい。といったところですね、今回のテクテクリブレオフィスは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。